まあ、伊藤正則と言います。あの出身は愛知県なんですけど、今滋賀県に住んでます。滋賀から来ました。滋賀からすごい。今日は松下さんの技を一つでも盗めるようにと思ってますので、よろしくお願いします。小沢と申します。東京の立川市から来ました。松下さんの世界のカットを教えていただければと思います。よろしくお願いします。戸口です。埼玉県から来ました。今日松下さんの技術を少しでも持って帰って部活で強くなれたらなと思います。よろしくお願いします。真鍋と申します。東京から来ました。高校生の時に地元で講習会やって、生でもう1回目なんですけど、20年弱ぶりにちょっと生で見れて、いろいろ持って帰りたいなと思います。よろしくお願いします。神奈川県から来ました小宮です。松下さんの講習を受けさせていただくのは2回目なので、少しでも技術を教えていただければなと思います。茨城県から来ました吉田です。今日は松下さんのカットを学んで、少しでも人に活かせるように頑張りたいと思います。お願いします。神奈川県相模原市から来ました片山です。フォアカットが上手くなれるように頑張りたいです。お願いします。埼玉市浦和から参りました青木と申します。まもなく60になりますが、これからも卓球を楽しんで続けていけるようなきっかけを今日持って帰りたいと思っております。よろしくお願いします。はい、東京のテルヤと申します。中学時代に卓球やってて、で本当に卓球部の方に誘われて40年ぶりに卓球を始めました。で本当に40年ぶりにラケットがあったら、あの松下のモデルを買って、はい、で2本買っちゃいました。まあ、あのすげえブランクはあるんですけど、あの久しぶりにあの技術を思い出せたらいいなと思ってきています。よろしくお願いします。はい、愛知県から来ました林と申します。出身は長野県で、中学校で卓球を始めて、松下さんのプレーに憧れてカットマン歴20年になります。今日は松下さんの技を盗めるように、そして一つ自分が成長できるように頑張りたいと思っています。よろしくお願いします。お願いします。で改めまして、今日生きる、まあ、半日です。まあ、私も最近もラケットできることもあったくなくて、どちらかというと会社の業務を一生懸命やっているんですけども、まあ、少しでも見ていただいた方がこう参考にしていただいたり、なんかまあ YouTube なんでこうなんか楽しんでもらったりというところをこう、まあ、世の中に提供ができればいいんじゃないかなという軽い気持ちでなんか私はやっております。まあ、少しでも、まあ、皆さんのですね、お役に立てたかなと思いますので、よろしくお願いします。でまずフォアカットです。
ラケットとか体が交差しないので自由に動いてしまうので、この自由に動くことでラケットの角度が変わりやすいんですけど、バックはラケットでどうしても体に当たってしまうので大きなスイングができない、まあ、その分角度が取りづらいし、あとは肘を中心にいいスイングをすることができるので、だからまあところなんですけども、バックアップの時は大きく投資、体をこう広げないと足を広げて、この打つスペースを作らないといけないですし、腕が前に、フォアバックの時は腕が後ろにあるので、打球点が違うんです。ですから、例えばフォアカットはここでしてて、同じところでバックアップをしてると打球点は実は違うんです。フォアの方がやっぱり打球点が下がってて、バックの方が前なのでちょっと、違うんですよね。ですから同じ打球点で、まあ、やるっていうなった場合は、フォアがここであればバックはちょっと下がらないと同じ打球点ではないので、よくバックアップでこう打たれると詰まっちゃう選手がいるんですけども、その選手はフォアとバックで同じ位置でカットしているので、それは詰まってしまうんです。だから詰まらないようにするために、フォアよりもう少し下がってスイングすると打球点が同じになるので、そうするとちょっとこう詰まることが、まあ、少なくなるんじゃないかなと思うので、その辺をちょっと詰まっちゃったりするような選手は気をつけた方がいいんじゃないかなと思います。じゃあ突き取って、勝てるっていう意味だと思いますので、まあ本当に一つ一つ覚えるだけで